大日本プロレス25周年記念大阪大会オールベスト名イベントの会見を行わせていただきます。まずは、追加カードを、発表させていただきます。 BJW、FMW、トルネード、ノーロープ、有刺鉄線、8人タッグデスマッチ、ブギーマン、五所川原五作、レザーフェイス、ライジン矢口組対アブドーラ小林、谷口雄一、星野勘九郎、上谷秀吉組。なお、センターに、通常のリング、南側、北側の客席後方にそれぞれリングを設置いたしまして、トリプルリングでの開催となっております。なお、ただいま発表しました、ノーロープ有刺鉄線8人タッグデスマッチは、ノーロープ有刺鉄線リング、さらに通常リングダブルリングを、使用しての試合となります。前回の大阪大会、そこでレザーフェイスちょっと恥かかされてきてるんで、もうハロウィンも終わったっていうことで、はい、あいつをもうちょっと地獄に送り返してやろうと思います。はい、徹底的にぶちのめして、はい、レザーフェイスを地獄に送り返してやろうと思います。はい、デスマッチっていう形式だと、まあ、初めてになるとは思うんですけれども、まあ、ハードコアとかでだいぶ自分の中で手応えは掴んできているので、はい、それらを活かして、はい、ここのデスマッチで一皮を向けたいと思います。はい、対 FMW ってものに対しては何か思い入れがあったりしますか？ありますね、はい。やっぱりその僕が今プロレスを続けられているのは、その元 FMW の、佐々木義人さんのおかげだと思っているんで、はい、そういう意味でもやっぱりああいう先輩もいるんですけど、なんかすごい無茶苦茶なところもあるっていうので、憧れはすごくあります。はい、すごく幅広い戦いをするできる団体だと思うんですよ、 FMW って。なんでそういうところはすごく憧れがあります。はい、ノーロープ有刺鉄線っていうのは大日本でもなかなかやらない景色なんですけど、はいはい、自信といいますか、逆に これで自分がすごく得意だったら、得意なのかもしれないですし、それをやってみなきゃ分かんないんですけれども、はい、まあ、上谷といえばノーロープ有刺鉄線って言われるぐらいに なってやろうっていう意気込みがありますね。はい、それぐらいの意気込みでやろうと思います。初めてですけど、はい、体でぶつかっていきたいと思います。